力の逆とかね、三の女帝の逆っていうのは、うぬぼれとか傲慢ちきなっていうね、自意識過剰っていうね、そういう人が、皆さんこんにちは、サラです。今日はリクエストいただいた、ちょっとどうなんだろうと思うんだけど、佐藤健さんと桃月なし子さんの現状と今後を見ていきたいと思います。私はね、以前から言ってるように、佐藤健さん関連はいろんな人ね、占ってるんですけど、相手の方ね。でも、その中で毎回毎回ね、やっぱりいい結果が出るのは上白石萌音さんなんですよ。だから私の中では本命はね、上白石萌音さんだって思ってるんですね。ただやっぱりいろんなね、情報が出てこないので、あくまでも占いの結果だけなんで、真実はわからないですよね。で、そんな中でね、やっぱりリクエストをこうやってね、匂わせがあってとか、根強い噂があるとか、そういうことがあるのでね、占ってほしいっていう、そういうリクエストがある以上は、ちょっと、私も見てみたいなと思うしね。ただこの桃月なし子さんってね、本当、私のね、ちょっと 主人がね、今ね、桃月なし子って桃なんかなしなんかどっちやねんってね、突っ込んでましたけど、本当ね、初めて聞く名前なんですよ。だから、どんな人なんだろうっていうの全くわからないんですけど、もう何回も佐藤健さんのことを聞いてる方にはもう飛ばしてもらったらいいなと思うんですけど、佐藤健さんは、お羊座で誕生数が33で、これもね、いつも言ってますけど、生まれた日がね、夜中だったらね、魚座の可能性もあるっていう。いずれにしてもとても優しい人ですね。お羊座のね、人だとするならば、単純でね、素朴で考えるよりも行動するっていうね、そういうタイプの人で、魚座だとするならばちょっとつかみどころがないっていう、そういうタイプの人で、誕生数33っていうのはもう地球規模の愛、献身的な奉仕慈悲っていうね、本当に博愛的な優しい人だから、困ってる人ほっとけないようなね、そういうタイプの人かなと思いますね、佐藤健さんはね。で、桃月なし子さんはさそり座で誕生数が7。太陽にさそり座がある人っていうのは、洞察力に優れているとか、集中力を持ってる、自分自身の強い意志によって自分のコントロールをすることができると、独占欲が強いっていうとこもあるかなと思いますね。で、誕生数7っていうところは哲学的、分析的、博学、スピリチュアルっていうキーワードがあって、やっぱりここでもね、優れた観察眼、分析力、洞察力を駆使してこの世に知られていない秘密の開示に貢献していく人、完璧主義者で人と群れない傾向がある人で、さそり座、その桃月なし子さんと佐藤健さんの基本的なね、相性っていうと、趣味がね、謎解きで共通してるとか、ゲームが好きとかね、そういうところが共通してるので、とてもね、共感しやすいかなとは思うんですね。ただ桃月なし子さんの、さそり座の気質がね、執着過剰にね、執着をするとちょっとね、佐藤健さんの方が引いていくっていうね、そういう部分が
あるかもしれないなって思いますね。まあ、それにしてもね、佐藤健さんはもう優しいので、無限にね、邪険にするようなことはないと思います。佐藤健さんはもうね、もう私何個も配信してるので、もう改めてね言うこともないかと思いますけど、今年ですね、今年の3月に事務所ね、アミューズから独立して、まあ、コラボっていうところにね移籍したわけですね。でそこからの活動っていうのがもう本当忙しくって、るろうに剣心今が最終章なんですよね。最終章もすごく人気があったし、で声優もされてましたよね。でそんな中でシュガーっていうね、ライブ配信されたりとか、すごくそのファンの方とも積極的にコミュニケーションを取ろうとして、なかなかね、まあ、俳優さんってそのこうライブでファンの方に会うことができないからっていう理由でね、そういうことを始めたっていうことを以前ね、金スマで中井さんとの対談でおっしゃってましたね。まあ、アーティストの人はね、ライブとかコンサートとかがあるからファンの人にこうそういうライブを配信することができるけど、俳優さんってねなかなかそういうことができないから、まあ、それとまあコロナ禍っていうのもあったんでしょうけどね、ライブでねファンの人たちとこう交流する努力されたり、すごくね本当にファン思いだなと思いますね。まあ、どっちにしても私はこの人何回も見てるけれども、むちゃくちゃ忙しいんじゃないんかな今ね。なんか大地の子はどうなんですかね、撮影は行ってるんですかね、撮影してるんですかね、ちょっとそこのとこ詳しく分かりませんけど、やっぱりね移籍してから精力的に仕事をしてらっしゃるんじゃないかなっていう気はするんですね。それで、桃月なし子さん、桃月なし子さんはコスプレイヤーでモデルさん、今現役で美容クリニックの准看護師として勤務している副業ですかねこれコスプレイヤーとしての活動を開始、高校3年生の時に活動を開始してファンを少しずつ増やしている時期に事務所からスカウトされて芸能界入りを果たし雑誌デビューとなった、2020年の9月には戦隊ものかな、マシン戦隊キラメイジャーっていうね戦隊もので巫女役で出演で、去年には写真集を発売。まあ、趣味はコスプレ、漫画、ゲーム、ピアノ、アイドルオタクって書いてますね。まあ、ゲームとかそういうね、ここには謎解きとは書いてないけどね、なんか謎解きで趣味が合うというかいうふうにねネットでは載ってましたけどね。まあなんかね、でもいろいろとこう調べてるとね、まあ、コスプレイヤーとして認知を得るためには、まあ、言い方悪いけど利用するっていうこともしてるんじゃないかなっていうようなねことが書かれてたんですよね。だからまあ恋愛関係とかそんなどうなんだろうね、ちょっと申し訳ないけどちょっと知名度上げるためにこう匂わせさせてくださいねみたいな、そういうことはあるのかなっていう、そんな気がしますけどね。まあ、どっちにしても私今日この人初めて見たんで、もうどんな人なのか全く分かりません。で、まあ、佐藤健さんとは6歳離れてて、まあやっぱりね趣味が共通してるっていうことぐらいなんじゃないかなっていう気はしますね。もう本当にね、私この桃月なし子さんっていう名前をねもう初めて聞いて、で正直初めて今日この写真見てるんですよね。どんな人なのかも全然わからなかったんで、まあね何とも言えないですけど、佐藤健さんと桃月なし子さんの現状と今後タロットで見ていきたいと思います。まあね、単なる匂わせなのか本当にね
お付き合いっていうのがねあるのか、まあ、ちょっと私は違うと思うんですけどね。はい、見ていきますね。もうすっきり出ましたね。はい、佐藤健さんと桃月なし子さんの現状を見ていくと、もう本当にねすっきりと出たって感じがするんですね。まあここはね公平清廉潔白ということはもう何もお付き合いはないっていうね、そういうカードかなと思います。でそこに出てきてるのがもう全部逆カード逆カード逆ね。13の逆っていうのはもう失恋するとかね、11力の逆とかね、3の女帝の逆っていうのは、まあ、うぬぼれとか高慢ちきなっていうね、まあ、自意識過剰っていうね、そういう人が失恋した。もしかしたらね佐藤健さんのことをいいなと思ったかもしれないけど、まあねここに清廉潔白で出てるので結局こう付き合いの関係にはいかなかった、行ってないっていうかね。でここに出てるのはもう白馬の王子様ですよね、佐藤健さんがちょっと困惑してしまう、困惑してるけれども、もう吊るしのカード、まあもういいよね別に自分がぶれなければいいし、まあ犠牲的な精神でまあ捉えとこうみたいなね、そういう感じがしますね。だからまあね、もちろんねいつも言いますけど事実は分かりませんよ、事実は分かりませんけど、もうこれだけねタロットの展開でもうズバズバズバとね逆が出てね、もう清廉潔白でね犠牲的精神困惑してるみたいなねカードが出ると、まあ一方的に桃月なし子さんが匂わせてるんだなっていうね、そういう気がしますね。まあね、こんなカードの展開に、まあ、そんなこんなにねすっきり出るとは思わなかったけど、まあまあ私はちょっとね、まあ、最初から何でもないんじゃないかなと思いながら展開しましたけど、まあタロットはもう全く関係ないよみたいなね、そういう答えを出してくれてます。ということで今日は佐藤健さんと桃月なし子さんの現状を占ってみました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、またリクエストあればお寄せください。